有名ブランドさんは2、3万円するわけですよ。しますね、します。うちは驚きのね、1万円なんですよ。なるほど。それをね、大学生が来れるんですよ。はいはいはい、はい。若い子たちが千葉、埼玉から電車に乗って来れるわけですよ。はいはいはい。でも、美容師として普通に考えたら、チョキチョキして、2つにはブリーチして、流して、整えるまでに1時間ちょっとじゃないですか。まあ、それ時間的にはそうですね。ですよね。つまり、キャリアの浅いことでも、はい、その広告を特化して、それを打ち出すと、新規ね、毎月ね、1000人以上来ますよ。やば。並ぶの店の前に。僕はどっちかというと町場の、はい、あの、通いやすい、原宿のなんかちょっと行きたいクレープ屋さんを作ったみたいな。なるほどな。だけど、地元ではそのお金使わない。私たちの女はバイク代の1万5千、お財布から出さないけど、うん、原宿で1万5千は安いんですよね。まあ、トレンドロード全部やっても無理だよって言ってる。ポジショニングを決めて、自分らは何やかはっきりしないと分かりにくい。はいはい。